八代英輝弁護士と TBS が、世界平和統一家庭連合、旧統一教会に名誉毀損で提訴された訴訟の詳細が明らかになった。請求された慰謝料は2300万円。八代弁護士が番組で語った教団の犯罪行為発言をめぐり、教団側が犯罪行為を否めすれば、八代弁護士側は切り取り NG で突っぱねて激しく応酬している。おはようございます。TBS 関係者によると、八代弁護士は今月11日朝、いつものように東京、赤坂の TBS に入った。レギュラーの同局系、昼を美に出演するためだ。数時間後に始まる教団との訴訟は、部下の弁護士に一任して。八代弁護士と TBS は、教団から提訴された。きっかけは、昨年9月1日、放送の、昼帯。八代弁護士が、番組で教団について、カルト団体、反日的思想などと語り、教団がやっている外形的な犯罪行為などと発言したことだった。教団はこれを問題視。名誉毀損されたとして、当該発言の八代弁護士と放送した TBS を相手取りに300万円の慰謝料を求めて東京地裁に提訴したと昨年9月発表していた。実質的には八代弁護士 VS 教団。主な争点は、八代弁護士の犯罪行為発言を裁判所がどう評価するかです。放送関係者八代氏と TBS を訴えた、世界平和統一家庭連合、旧統一教会すべての写真を見る、2枚関係者や訴訟記録によると、訴訟の審理は昨年末までに3回。非公開のオンラインで進行。TBS と八代弁護士は、教団との和解を望まず、請求棄却を求めて、徹底抗戦している。公開の審理は、今月11日、東京地裁で初めて行われた。教団側は、八代弁護士の当該発言は、断定的で、教団、が、犯罪行為をしていると視聴者に誤認させたと主張。TBS には、放送事業者として共同、不法行為の責任があるとした。対する八代弁護士は、毅然と反論した。自身が代表を務める、法律事務所の部下の弁護士を代理人に据え、戦っています。同八代弁、森氏側は、当該発言は、断定的ではなく、抽象的な表現で、放送内容全体から判断すべきだと訴えた。ダウンタウンの松本人志は、フジテレビ系、ワイドナショーを3月に卒業するまで、コメントを一部抜け、息する切り取りはすべきではないと語っていたが、まさに同じことを言っています。同。犯罪行為という表現も、教団の今、ゆる霊感商法や高額献金を指すと主張。発言の真意は、放送当時の昨年9月に取り沙汰された、自民党と教団の関係調査の是非について、信教の自由を理由に避けるべきではないとの趣旨だったと、した。TBS 側は、八代弁護士の当該発言は、情報番組のコメントの範囲内とし、擁護している。八代弁護士の弁護士は、取材に、現状では特にコメントすることはございませんと回答を控えた。教団の担当者は、取材に、裁判所の判決に、従わせていただきますと回答した。判決期日は6月3日となっている。
ー。